かっちょいい。二つに、これ二つになってから、はいはい、間の葉っぱ取って、ここに葉っぱをしおりしてきますから、ね。で、こうやって子供が使うんだったら、どっちか取る。枝が、こう V 字型がもっとこう締まってきますから、これ邪魔するでしょ、これ。なるほど、なるほど。メガネかけた後の、邪魔になるから。正面これとしてやってきます。銅線、今回銅線使います。銅線ですね。銅線の10番。10番。これで起きると思うけど。ぶつかんないか。これ後でいらなくなるかもわかんないけど、一応かけとけ、一応これずっと見るとね、やっぱり木が若い。若い。下がってる枝が一つもないでしょ、これ。雑木見たらみんな上がってるから、今気になってたけど、うん、全部上向いてる。そうですね。うん、これ、やっぱりこう、厳しいところを作っていかないとダメだね、これね。意図的に。うん、なんか、やられてたから、腰がおかしい。だから、針金古いから硬くてな硬くてね古いやつはやっぱ硬くなるんですか。硬くなっちゃう、へー、アルセと全然違うからね。少し形になってきた。そうですね、やっぱ正面こっちで、正面ここ、うん、うん、残しとく。これだと棚とか作るのなんかよくわかんないな。棚をどう作っていくのか。これ棚できないよ、これ。こういうのはできないんですか。棚ってあのほどまだできないね。もっと先の話、目でこうやって作っていくしかないよ、これ。これ大丈夫だよ、細い針がね、かけりゃね、揃ってくるから。こんな感じだ、こんな感じ。なるほど。要はこう、やっぱ目起こしぐらいでこう、揃えていくっていう。で、綺麗に揃うから。幹に近いじゃない、太さが。うん、だからこういう、こういう細い枝で作ってた方がいいね。なるほど。もう太い枝はいらないや、これ。切っちゃう。これ切っちゃう。どうぞどうぞ。行き場所がないんだよ、これ。うん。行き場所がないってことはいらないってこと。そうですね。取っちゃう。行っちゃいましょう。ちょっと見てみるから、はい、この辺決めていくから、うん、これやっぱり効いてるよ。うん、うん、確かに。それならちょっと寂しいですね。やっぱり細い枝で作ってたのいいね。うん、これもう一個はね、こういうのがここに、これがね、下入っちゃってから多分ダメになるかもかね。日当たり悪いかも、切っちゃうかもしれない。うん、後ろを避けてみるけど。なるほど。今度は別の方の範囲に、ええ、脇を締めて目を上げる、うん、そうって感じですね。これこれね、本当はこうガッと下げたんだけど、もう上のうち出てから綺麗に下がらないけどね、くっつけちゃうから、そうね、こう縛ってここに。あ、そうですか。うん、
取っちゃうもんね。すいません、じゃあ、いただきます。若い人にもらうの、久しぶりじゃないですか。何年ぶり。若い人に。みんなが盛り上がっちゃった。そうだね。これ。え、あ、これね。うん。これを切っちゃうと。こっちが正面ですもんね。傘ありすぎんで、これ取っちゃって、そうするとここがダウンがつくから。うん。これとこれ。うんうんうん。これ取ります。はい。お願いします。だいぶ形ついてきてる。だいぶ来てる。今ね、ここに針金かけて、そうそうそう、これ。これを、そう、生かすってなると。で、火にいっぱい当てたいから、はいはいはい、じゃあこれなくなっちゃうからね。うん、らこれを取って、で、できるだけこう火が入るようにこっち詰めてくる。はい。だからこれ取っちゃう。で、この小さいのだけ残しとく。うんうん、これ。取っちゃおうって。うん、取っちゃおう。大きいので、僕も大きいな、もう。やっぱりね、面倒でしょ、ね、取っちゃうのね。ちょっと形が寄ってこられないから、これ、ね、この小さいのがこれ、また足に入なくしちゃって、こう縮めてくるから、はいはい、それからこれ、この枝取っちゃうね。そうなんだと思うんです。これだから、その時いいって思って、ちょっとこれが全部もう完全に縮まってくるから、そしたら棚ができるわけですね。そうそうそう、さっぱりしてきた。ここ隙間を開けてこれを生かしてくる。この太い枝これ取っちゃう。これが一邪魔になってくると。これ取る。こうなってね。この主木とこれの対比でこう持ってくる。なるほど。いつものこれ。だから細い方がいいですよね。後ろがね、遠近感。でこれはこう寝かしてきて、ここ、うん、この木とこの木の対比でこれをこう持ってくるから。行くのか奥行き出るでしょ。そうですね。やっぱり太い枝はほとんど抜いちゃったね。そうですね、うん、やっぱあれですか、先が細い方がいいですか、固形順。やっぱり強弱がないとダメだね。途中経過、奥行きってか綺麗な隙間が立てて、もうすでにかっこいい。この位置でもいいね、上げなくても、うん、ここじゃなくて子供の方でいいと思う。そうですね、鉢どのぐらい小さくできるのか、うん、厚さ必要ですか。浅い鉢の方がいいんだけどな。いいですよね、浅い鉢で大根を長方の方がいいかな。そうですね、左を開けてあるかな、ちょうどいいの。ここにいっぱいありますよ、多分この間のフェスの。そう、入るかな。ちょっと入んないさ、これいいの。これは最初このぐらいのいいか、あんまりいい鉢じゃねえな、これな。そうですね、なんか植木鉢みたい、うん、ちょっと強いか。強い、ちょっと主張が強い。このぐらいの深さがないと入んないかわかんない。そうですね、うん、そういう。平野さんは丸鉢あれば、私は丸鉢があるんじゃないかな。鉢で変わるからね、自覚が。ですね。そうですね。ちょっとこうポコって山になってもいいんですよね。うんうんうん、ええ、周りだけ崩してちょこんと乗っかれば。なるほど。ちょっと大きいかもしれないですね。これが簡単さんの。あと同じぐらいでちょっといいか。とっておき？あ、ちょっと大きいかな。なんかいい鉢なんですかこれ？これ紅葉ってやつですね。あれ、これ、冬園さんって多分焼かせてるやつです。あ、この山の紅葉は。へぇ。大体、小田さんの木は相場は分かると思う。なかなか難しいですね、鉢は。これ、もう中間ですね、確かに。入るとは思うけど、ちょっと、いきなりだからね。ねえ。ということですよね。ちょっと、顔、なんか、枯れちゃいそうで怖いな。あ、ちょっと鉢が飾り気が出ちゃう。大きさのサイズ程度このぐらいちょうどいいや、これ。抜いてみようか。え、抜いちゃうんすか。明日でしょ。明日にしましょうよ。2日目。おはようございます。昨日のね、続きやります。続きをやります。ね、あと2本残ってるんで、うん、これ今日あの針金、ね、かけ終わらしちゃいますんで。はい。
まだ枝が多いね。枝が多い、うん、だけど、あまり抜いちゃうとさ、そうですね、なくなっちゃうから、うん、これ使っててこのままやっていきます。はい、ここ切っちゃうから、はい、ここで、本当はここでもいいんだよね。うん、そこでもいい気がする。愛嬌、愛嬌、愛嬌。針金掛けは出て終わりました。はい、あの一応形を作ったら静止しましたので、うん、お四松の場合は目起こしっていうのをやります。はい、目をみんなこう起こしてますから、はい、針金で。で赤松とか黒松はそのまま横にしといても上に目が向きますよね。お四松はこの目起こしっていうのは何ですか。そしてあのこう一応棚ができてますけど、はい、この棚きれいに見せるのにはこう棚の下、うん、こうきれいにここ下を揃えると。なるほど。そうするとあのこう棚がはっきりしてきれいにこう見えますから、はい、これがね下の方にこう葉っぱが下向いて出てたりしたらこれ取ってください。こういう、うんうん、こういうところとかじゃないとこうきれいに見えませんからね、はい、一応これであの完成ということで鉢、この鉢選び、土鉢なんですけど、これ 4.5 号、大体12、3センチ鉢入ってます、はい、一応鉢はね、合いそうな鉢を用意したんですけど、うん、この中でどの鉢を選ぶかっていうことね、これ鉢の選び方でだいぶこの木の雰囲気っていうのが変わってきますんで、うん、どれにするかっていう、誰か選んでもらうか。誰か選んでもらう。田中さん、はい、これは鉢が怖いんですよ、はい、これ、どの鉢入れるか。こう、この木です。株立ちの木。そうそうそう。これが正面です。あ、はい、ちょっと抜いてみますか、これ。こんな感じ。こういうのって言いますね。これ。これはちょっと外しましょう。はい、これなし。うん、私はその一番これ、ね、それがいいかな。どっしり、まあ鉢から形からして、うん、どっしりして安定感があるかなっていうのが、うん、足がね、うん、足がない方がいいと思う。あ、ぶつそう鉢選ぶ。林さんの意見、これでもいいよ。だそうですか、ね、今入ってるやつこれ、はい、これが他にもある。個人的にはこういうの好きなんですけどね、うんうん、やっぱこれがいいじゃないですか、これ、ええ、はい、はいはい、鉢選ぶ、鉢選んでください。この間の空間、うん、だとね、こっち空間ができるからね、どうですか、うん、以上です、はい、あら、早い。先生は私はこれか、これ、はー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 、深さ的に入れてないかな。ただこ の,、うん、このすぐ使えないの、切り込み入れないと。あ、これ。これ水が抜けない。隙間があるんじゃないか、うん、じゃあ、これかこれか。じゃあ、それかその2択にしますか。引っ張れるよ。これかこれ。じゃあもう、カンタさんに最後決めてもらいます。カンちゃんだよ。カンちゃん、これ3つ、どれ ?3 つ。何番って、これこれ。これか、何番か。これこれ、はあ、じゃあこれにします。これでも穴開けなきゃいけないですよね。水を作んないといけない。せっかく針金でちょっと浮かすから、はあ、入れてみようか。いきますか。ちょっと下はもうちょっと低くして、はあ、これかこれ、これこれ入んないかわかんないな、これ。うん、これはかっこいいな。これ入る、かかるよ。いいじゃん、かっこいい。これもあるかね。ああ、それもいいな。うん、かっこいい。島みたいな。これはちょっとこう立つ、ここぐらい、ね、うんうんうん、こっちです。はい、こっちのこう余白があっていい。こっちがいいと思うんだよね。こっちの方がいいですか。これ入れてみるか。はい、どっちの方がいいですよ。なんかパッと見の印象、こっちの方がこっちいいような気がしたけど、こっちは閉まってる。これにしようか、じゃあ。どっちでもいい。これは合うよ。なんかコンパクト、なんか島みたいで、うん、これですか。どうだろう、うん、悪くない、悪くないですよね。じゃこっちにしましょう。切ってもらうか。あ、そうか、切ってもらわなきゃダメなんだ。え、切らないとダメだ。切り込み入れて、はい。
あれすすごい。針金やるのに。え、ちょっと先生に聞いてみます。結構薄いんですよね。薄いか。ちょっと軽く。うん、軽くちょっと。1.5 ミリだから針金、はい。はい。全部入って 1.5 ミリが入るぐらいの。十分ですね。ありがとうございます。この鉢に決まりましたね。はい、大鉢、これに入れます。入れましょう。こんな感じでつけてきました、ね。うん、はい、かっこいい、ね。じゃあ網張っちゃいますかね。はい、ちょっとギリギリ際です。ギリギリでっかいな、いいか。これ裏を持てるんですかね。うん、こう真っ平らになってこう下下こっちが上、はい、こうしよう。そうか、その隙間に入れないと引っかかっちゃうとガタガタしちゃう。うん、こう溝、せっかく溝があるんだから、うん、こう入れるようにします。ご用は乾き気味でいいんですよね。うん、休眠期に入るから。はいはい、夏の。うん、なくなってきたな。もうぴったりだ。これで土入れて植え付けます。はい、あー、もっとそれだとダメだな、これ。うん、根があんまり根っこの状態良くないの、ね。良くないっすよね。根腐れしてて、こう死んでる部分があるから、これ。少しこれで培養だな。水ごくで収めようだな、これね。苔貼る？いや、いらないんじゃないですか、それ。うん？いらなくないですか？いる？ちょっとね、ここ盛り上げたいんだよな、これ。ああ。水ごくでいいか。水ごくでも。貼るんだら貼ってもいいし。うん、じゃあ、水くれます。はい。こっちから貼っていこう。うん。土の流れ止めで苔貼らないで水苔貼っておきます、はい。これ少しね、これ盛り上がってから水かけるとみんな流れていっちゃうから、土が、うんうん、水苔で周り止めておきます。普通の苔でも大丈夫なんですか。ん、普通の苔でも大丈夫。大丈夫だよ。うーん、これ乾き見ないとね。うん、ちょっとしばらく日陰、うん、乾いて水切れたらもうしまいだからね。うん、うん、なかなかいいね、これ。かっこいい。だってなんか飾るときはね、はい、こう本体でしょ。はい、で、食の上に乗っけて、本体、うん、必ずは下草っていうの季節感出したり、うん、この流れの受けになるんです。本体の方は左へこう流れてる。で、この草でその流れを受け止めてる形、うんうんうん。なかなかいいじゃないですか、これ。いいですね。で、あの草はね、なんか姫風呂。姫？風呂。風呂。鉢もね、ちょっといい鉢入れてますからね、草はね。これこの五葉松の肌が荒れてるくらいになったら、これはもっと時代が乗ってきますからね。先が楽しみな。木も新しいし、鉢も新しいわね。はいはい。これが10年も経てばさ、肌が荒れてきてね、鉢がもっと時代が乗ってくる。なるほど。そういう方非常に
素晴らしい、うん、でこの木はね新しいですよ、まだ、はい、まだまだ肌も割れてないし、うん、だからこう新しい木はどういう仕事をするかって言ってね、まず骨格作り、最初の木だとただこう一塊になったけど、はい、完全に幹を独立させた、うん、その骨格作りやった。で枝は後からいろいろ変えることができますので、はい、でこれはあとは培養と根っこの状態があんまり良くないんで、そうですね、いろいろ気をつけてください、うん、以上以上ありがとうございました、はい。